はい、はじめまして、ゆうのすけと言います。一度ね、カラオケのみで動画を出していたんですが、中断して、また練習して、今回再開しました。今回からトークプラスカラオケに、変更してます。で、まあ、この他にも、またなんか、ぼっちでもやれそうなことあったら、やっていきたいと思います。で、動画の方は、ちょっと、まあ、前と変わり映えがしませんが、もうカメラの腕下手くそすぎるんで、もうこの形式で、しばらくしていこうかなと思います。で、歌う時もちょっとね、ぼっちなんで、撮ってもらう人がいないんで、どうしても動いてしまうんで、動画が寄ってしまうんで、まあ、前回と同様に、ペンギンちゃん、もう考えてペンギンちゃんになりました。が、本人の代わりに、ちょっと、動画に映ってます。はっきり言うて。はい、で、ちょっとね、カラオケについてもちょっと変更があって、前までは、ちょっとカラオケの音源そのまま使ってたんですけど、やっぱし、どうせやるんやったらほんまにちゃんとしようかなと思って、もう初期の、もうほんま再生数少ないかったからやめてしまった方法なんですけど、カラオケ音源に合わせてマイクなしの生歌で、編集なしでそのまま流したいと思ってます。ほんまに歌とか上手くないのがこういうのなんですんねんと思ったら、やっぱやった人って少ないと思うんですよ。どうせやるんやったら、そういうカッターのやりたいんで、もう性格がひねくれてるんで、そういう感じのやつで、次からこういう感じで歌も、音源プラス生歌でやりますので、よろしくお願いします。で、トークなんですが、まあ、いろんなことをお話ししたいと思うんですけど、で、今回が第1回目ということなんで、ちょっと無難に、母が結構料理いろいろする方なんで、母の料理を紹介したいと思います。で、第1回目は、自信作なんですけど、子供用のポテトサラダっていうのを紹介したいと思います。で、子供って野菜嫌いな子多いじゃないですか。だから、ちょっとね、味変とかさして、食べやすくして、アレンジしたメニューなんですけど、もう買ってきたもうポテトサラダいいんですけど、それにスジャータとガムシロップと干しぶどうをちょっと追加して味を変えるっていう方法を母がよくやってました。で、なんでこの方法に頼っていたか言うたら、スジャータでコクを足して干しぶどうの食感と甘みとガムシロップの食感でガムシロップの甘みで野菜の味をごまかすっていう方法を母が思いついたからなんです。で、この方法の他にも、もしね、材料がなかったみかんの缶詰、みかんと中のねシロップを使ってもらって、あと牛乳、ほんまのちょっとだけ入れてもらっても同じような味になるんで、もしよかったら試してください。あとね、味だけ嫌いや言う人やったら、手作りでポテトサラダするときに、マヨネーズ加えるじゃないですか。マヨネーズを、ちょっと減らして、その分を無糖のヨーグルトに、例えばスプーン2杯分を無糖のヨーグルトに変えていただけると、野菜の味とかちょっとね、抑えられるんで、もしよかったらこの方法も試していただいたらなと思います。このレシピはね、母が、いろんな本とか、テレビとかで見て、見つけた方法なんで、もしかしたら知ってる方も多いかもしれません。で、またこんな風になんか母が野菜嫌いの子供のために作ってくれた取り立ちレシピとか思い出したら、また載っけたいと思います。で、今回のトークはこれにて終了で、続きまして、歌なんですが、めっちゃ緊張してるんですが、
米津玄師さんのレモンを生歌で歌えます。で音源はインストットカバー様の使わせていただいてます。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してたくない過去を、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっとこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に。胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。暗闇であなたの背をなどを追った。その輪郭を鮮明に覚えている。受け止めきれないものと出会うたび、溢れてやまないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で。どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことだどこか忘れてください。そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私の光。自分が思うように恋をしてたあなたに、あれから思うように息ができない。あんなにそばにいたのに、まるで嘘みたい。とても忘れられない、それだけが確か。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に。胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光。はい、ありがとうございました。最後まで聞いてくれた方、本当に感謝しております。また次回もね、こんな風でやっていきたいなと思います。まあ、歌の方は、米津さん以外にも、女の人の歌唱とか結構やりたいと思ってますので、またよかったらまた聞いてください。それでは今回はこれにて終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。